地震や台風などの自然災害発生時は広範囲で被害が発生し、消防力が不足することで消火活動が十分に実施されないことが考えられ、市街地では大規模な火災に発展し大きな被害をもたらす恐れがあります。東日本大震災における本震による火災のうち過半数が電気関係の出火でした。阪神・淡路大震災では停電復旧後の再通電時に発生するいわゆる通電火災が発生しました。また最近では台風などの風水害発生時においても停電の復旧に伴い通電火災と疑われる火災が発生しています。電化製品やコンセントへの水分の付着などが原因で火災が発生することも考えられます。停電が復旧し通電が再開されるとショートやトラッキングを発生させ火災に発展します。通電火災を防ぐために次の点に注意しましょう。1、停電中は電気機器のスイッチを切るとともに電源プラグをコンセントから抜きましょう。2、避難するときはブレーカーを落としましょう。3、再通電後はしばらく電気器具に異常、煙、匂いがないか注意を払いましょう。また電化製品に破損がないか確認してから使用を再開しましょう。地震火災を防ぐためには一人一人が地震火災を発生させないための対策を行うことが重要となります。地震火災を防ぐためには事前に次のような対策を講じることが重要です。 1、 家具等の転倒防止対策、固定を行いましょう。 2、 ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し可燃物を近くに置かないようにしましょう。また地震直後には石油ストーブ等からの油漏れがないか確認しましょう。3、安全装置のついた製品を使用しましょう。阪神・淡路大震災では消火器による初期消火の成功率が約5割でした。このことからも住宅用消火器を設置することは初期消火対策として重要です。設置するだけではなく地域の防災訓練等に参加するなど使用方法の習熟を図りましょう。また自主防災組織等によるスタンドパイプなどを使用した消火訓練などの機会を利用し、地域ぐるみでの発災時の対応について日頃からイメージを持つことも重要な対策です。いつ発生してもおかしくない地震や台風等の自然災害に備え、一人一人が日頃から出火防止対策をしておくことが重要です。